皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の12日、17時8分、刃の皆さんへ向けてのメッセージなんですけども、まあ、エネルギーの残存量問題が、もう一つ前に進まない。で、先々のことを考えると、まあ、沖縄で、その一本のゲーム、アニメ、漫画、こういったところで、まあ、日本版の USJ みたいなものを作るという案なんですけども、あちらはもう一旦見合わせていただけないでしょうか。まあ、私の方から言い出したことなんですけども、ちょっと人口の統計とかも、こう、近年、記載してる内容、まあ、一度テレビで、まあ、各報道番組等で放送してもらったんですけども、まあ、まず1億2000万人台いないんですね、日本。ここに日本に住んでる人たちが、海外移住の時代があって、他国へ移り住んで、国籍は日本に残ってる20国籍や30国籍の人たちがそのカウントされてるだけで実際いらっしゃらないで、これは世界中で起きてることで、それで各隣国、まあ、中国にしても韓国にしても台湾にしてもインドネシアもマレーシアも、まあ、アメリカもそうなんでしょうけども、世界中でこれは起きてることなので、その数のカウントが根本的に大きく間違ってるんですよ。だから世界中で、その、国として人口を見ると、二重国籍の人は日本でも一人、中国でも一人だとか、日本でも一人だとか、アメリカでも一人だとか、こういうふうにカウントされてしまいますので、三重国籍の人は、三人いるごとに、一人、実質は一人しかいないのに、世界の統計で見ると、三人いることになってしまうと。で、2003年に個人情報関係が出来上がって、極端な少子化が日本進んで、まあ、日本人の、来てくれる人の数があまり、まあ、位置的にも、見込みにくい。で、まあ、トータル的に物事を考えて、今、動けるような状態ではないなんですよね。だから未来からの声とか情報で、円安だからとか、うんぬんっていう部分で動かれるのは今ちょっと危険ですね。国会議員になられた方で、副大臣の方とかで、税の、納付が、遅れていたりだとか、まあそういったことで、辞任を求められたりしていましたけども、もともと税理士事務所の方で、その、店舗を出されてた方みたいです。で、まあ経営破綻をされたのか、まあその後国会議員になってという立場の方なんでしょうけども、こういうケースは結構あるんですよ。この間死去されたニュースが流れた細田さんなんかは、まあ、ちょっとはっきり思い出せないんですけども、まあ、昔回転寿司をされた方が国会議員になったりとか経営破綻して、そういうケースもあるんですよ。その、これ結構あるあるなんですよ。で、今の状況、想像以上に、厳しい状況ですね。エネルギーの残存量問題の方が、あと少子化。それがちょっとね、想像以上に根本的に人口は大きく違うと我々の認識してる。で、その期待される、その、若い層の人たちが、結局、2003年個人情報関係で、こういうふうに逆三角形で出生してきてる人たちの数が減ってる。だから、状況はかなり厳しいですね。マーケットが先々20年後、さらに半分ぐらいになると考えていただいたらいいと思います。まあ、マーケットっていう言い方があんまり良くないとは思うんですけどね。けど気にしていただくのなくて結構ですよ。テレビ出て何か物言うときね。あんまり気にしすぎたら何も言えなくなっちゃいますので、的確に、状況を把握して的確に行動しなかったら、まあ、各会社としても、無理設定ですし、結局経営破綻したら、後でとんでもない目に遭いますんでね、ここはもう無理しないで、対応しましょう。まだ働き口、まあ今は為替相場は円安ですから、ある程度その USJ とかでもし、またね、戻れるんであれば、USJ に戻っていただいてというような形で対応していただけないでしょうか。現在の、USJ に残っている皆さん、やっぱりね、ちょっとこれ、様子見ながらじゃないと動けないですね。で、
これはもう現在ヤイバの社長の方が引退された後ぐらいじゃないですかね。その琵琶湖からね、地下水流トンネル発電が実際完成して、実際どれぐらい発電できて、年どれぐらい、例えば300日以上稼働できるだとか、そういうふうなところがはっきり分からなかったら、これもうどうにもこうにもならないですね。エネルギーの残存量問題もう先々もう見えてます。で、世界的に、エネルギーの残存量問題に対して、早急に対応できなかったら、ガス石油底尽きて終わりですね。補助的な電源として石炭を使用せざるを得ない国は使用すると、まあ先々はそういうふうな形になりますね。ガスとかはもう天然ガスは都市ガスとかで使用したいで、できるだけまあ山間部から優先的にオール電化へ舵をできるだけ切っていただきたい。まあ、多くの電力を支援させていかないで、発電してっていう形になります。河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電で。で、太陽光パネルは資源として、そう、多く、極端に多く、生産ペースを上げることは世界的に見ると、まあ少しずつは上がってるんでしょうけども、急にね、10倍の生産量だとか、そういったことはちょっと難しいですので、まあ、世界中いろんな国が河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電がいろいろ整備されて見てみなかったら、これも何とも言えないですね、本当に。これから、まあ、娯楽業界、さらにちょっと厳しい状況続くんじゃないかなっていうのが私の見立てです。で、日本が円安、まあ、1ドル150円ぐらいを、まあ、続行することを私は、まあ、提案と言いましょうか。もうこれも腹割った話、はっきり言っておいた方がいいと思うんです。それぐらいじゃなかったら、日本国内で今、農家は全然、機能してないんですよ。耕作放棄地ばっかり増えて。で、それを、農業委員会の人たちに聞いたときに、まあ自分でもし僕が農家をしたいってなったら、農家取得をまずしなきゃならない。で、それはどっかの農家さんで、1年間、下働きをしてもらって、1200時間ほどの、労働時間です。で、それで、まあ、例えば自分で見つけた耕作放棄地、発見したと。で、そこの土地を使わせてほしいってなった時に、まあ、法務局などへ行って、土地の所有者が誰か探して、で、その人と、個人で交渉してくれっていうことなんですよ。いくらお金払って借りるだとか。だからそういうことなので、道理でね、日本中耕作放棄地がどんどん増えていったのは、もう絶対理由これだと思うんですよ。で、最悪、その、土地の権利者の名前は分かっても、そこへ行っても、誰も出てこないだとか。まあ、電話番号はなかなか、見つけにくいじゃないですか。まあ、土地と名前が分かったら104で見つかるかもしれませんけども、だからこれ、土地の登記もいちいち買ってで、もともと農業自体がそんなに稼げる仕事ではないと。で、もちろん補助金がついたりしますけども、支援金みたいなものが。だけども、これはさすがになかなかなり手がいないなという理由は分かりましたね。その手続きが、借りる先を探して、で自分で交渉までしなきゃならないっていうもんで、これは結構大変だなと。でも、まあ、最近アップロードした内容で、行政の方でもう土地、耕作放棄地は次々抑えていってほしいと。で、そこで、まあ、支援金もらって農作物を行ったりだとか、そういうような形に変えなかったら、これは無理だと。最悪トラブルになるかもしれませんし、土地の所有者と。だからその辺のところで、借りてる立場の方になりますから、そこで継続して、何年まで、まあもちろんこれ交渉ですから、書類交わして、何年まで農家と、しての、土地を使わせてくださいみたいな形を結ばざるを得ないとなると、じゃあ継続して、例えば10年で契約が終わったと、残り20年、30年、40年と農家できるかって言ったら、その都度交渉っていうことになってくると思うんです。だから、なかなかそういうややこしさを、煩わしさを考えると、見合う見合わないの話、それだったらその辺で、安い、
時間給のところで働いているのと変わらないよということになってしまいますんでね、その辺のところをうまく改革しなかったら、数年前がね、小麦の輸入量460万トン、80万トン、大体それぐらいの間だったんですよ。それが、こう近年、昨年か、まあ、こう近年なんですけども、577万トンと小麦の輸入が、まあ、小麦の方は、まあ、乾麺とか、うどんとか安いですから、まあ、その方向で今の、まあ、不況のところを乗り切ろうとして、でまあ、小麦を一般の方たちが、まあ、麺類を、食べられる、まあ、僕もそうなんですけどね、まあ、そういうふうな家計のやりくりで、どうしてもそういうふうな動きになってると、これが世の中の実情ですんで、まあ、その辺のところ、刃の皆さん、ご対応していただけたらなと思います。あと、USJ の皆さん、すいません、身勝手なことばっかり言って、ちゃんと変えるところというか、仕事、刃の人たち戻れるように、仕上げてください。すいませんけどもお願いいたします。まあ、とりあえず円安なんでお客さん来るのは来ると思いますね、ある一定のお客さんは。まあそのあたりのところでなんとか、まあ、できるだけね、あんまりその次の何か出し物みたいな形でアトラクションをいち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 変えれるかって言ったら、エネルギーの残存量問題的にちょっと難しいので、いちいち作っては捨てて作っては捨てて、それはね、ものすごくエネルギーの無駄ですんで、まあその辺のところはマーケティングの話になるんですけども、今のところ純利益はしっかりとあるんであれば、特にお客さん集めに動くっていうのはできるだけやめていただきたい。で、純利益がないのであれば、その変な投資とかなしですよ。なしで、純利益がないということであれば、それはある程度、マーケティングで、CM 等でなんとかしていくと、まあ、そういうふうなプランしかないですね。エネルギーの消費をとにかく抑えなければならない。想像以上に状況厳しいですね。インターネットの YouTube とか、いろんなエネルギー関係なんですけども、まあ、どれもこれもっていうような部分がありますね。実際これできるんですかっていうところで。で、正直自分が考えてる、その、地下水流トンネル発電と、河川水門開閉式ダム発電と、かまど発電。かまど発電に関しては、まあ、いろいろ撮影しに行って、で山間部の小中学校だったら、あ、これできるなっていうところはありましたね。まあ、わずかな発電でしょうけども、市内よりかマシですね。石油ストーブ焚いたりとか、エアコンつけたりするぐらいだったら、絶対にプラスマイナスで考えると、そこはプラスになりますから、逆に発電するで。ありとあらゆることをすべて行わなければっていうところですね。以上です。皆さん、チャンネル登録と、YouTube 私がアップロードした時の着信通知の設定と、それと、あと、着信通知の設定は、もし分からなかったら、身の回りの人に聞いていただいたり、まあ、販売店の方で聞いていただいて、いただいたりだとか、まあ、その、いろいろ質疑応答を、その、動画の再生回数が過去365日を遡って、3000時間か4000時間を突破して、チャンネル登録者数が500人か1000人かを突破すると、ライブでのその、放送とかができるので、そこだったら、チャットの方で、ね、皆さん、いろいろ質疑応答できると思いますんでね、まあ、これから先の見通しとか、いろいろ、みんなで、相談した方がいいと思いますね。お互い連携を図って。そこうまく立ち回らなかったら、これかなり厳しいですね、状況は。まあ、楽天の三木谷さんの方にはまた言うとは思いますけども、私の方でもう言った後かもしれませんけども、今まで動画でアップロードした内容で、楽天モバイルに関して、まあ、ソフトバンクだとか、au と合併するような形で、まあ、物事を落ち着かせた方がということですね。国内のマーケットがここまで縮小していたら、もう正直、どうにもこうにもならないでしょうね。まあ、国内でお客さんの取り合いしてるぐらいだったら、うまく連携してっていうことですね。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。